お疲れ様です動画の方 URL を添付しなくてすみませんでしたなんかね送った気になってましたねよく見つけてくださいましたあのなんかね権威に弱いのは私も同じでもう何年前だったかなそのライブドアって会社があった時にライブドアが解散したっていうかねあ,のあんな感じになったじゃないですかその時に元ライブドアの社員ですみたいな方のメールがむちゃくちゃ届くようになったんですよでその中で あの堀江の右腕でしたみたいな人とかねなんかライブドアのエッセンスを引き継いでビジネスを起業しましたとかねむちゃくちゃ来てでそしたらなんか堀江さんのありがたい言葉とかがあるのかなと思ったら全然出なくって毎月毎月届くんですけどもなんか全然関係ない人がねベラベラ喋ってるのばっかり届くんですよ。ほんで全然中身が意味がなくって今思えば今思っても意味がないんですよこれ。 で毎月ねなんかオートシップで1万円とか引かれててでさすがに半年ぐらい経った時に「なんか堀江さんの情報全然出てこないんでい,ないらないですよ」って言ったら「誤解させてすいませんでした」みたいなレーター等に解約通知が来たんですけどもなんかね半年分損したなというところと一生懸命ねこうやってノートに鉛筆こう構えて見てたんですけども動画がなんか毎回1時間送られてくるの全然メモするところはなくてなんだこれやと思ったんですよね。 で、なんか最初の講義でね思い出すのがあのビジネスで成功するために大事なものは何だと思いますみたいなセミナーをやっていて1人ずつ当てるんですよで誰も答えられなくってそうですねまだこれが分かんないうちはビジネスで成功すること難しいでしょうね実はねカン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 って書くんですよホワイトボードにビジネスモデルって書いてあるんですよこれが大事なんですよビジネスモデルができないから皆さんなかなか売り上げ上がんないんですよねって言って最初の1時間終わるんですよ ふざけろよよと思いますよねこれに1万円俺は払ったのかとそしてそのセミナーの内容っていうのがセミナーに参加するためには実はこれね10万円のセミナーなんですと心して聞いてくださいみたいな感じで参加した人は10万円払ったみたいなんですよで会場にはまあ軽く10人ぐらいいたんでこれで100万とか取ってんのみたいなねでも皆さんありがたかったこうやってる、ね。ほうジビジネスモデルって書いてるんですよでっかいノートにビジネスモデルって書いてるんですよね アホかと思いました、ね <laughs> まあそっから離脱したからこそ今があるのかなというところもありますし「マトリックスアフィレート」に行ってみたけども全然「マトリックス」じゃないよ何やってんだよみたいなね、うん、なんか平成のガリレオみたいなのがいたりとかねまあいろいろとやられましたよ「い、うん、ってらっしゃい」